仕事はね、これから先40年を続くやらなきゃいけないことなので、本当に一番大事なのは気持ちがある人がやっぱりね入ってきてほしい。一番やっぱりエビがね、この後席に戻ってやってもらうのにエビが一番握りやすいです。だからエビを最初にね握ってもらえればいいかなと思います。エビは何回も握り直してもね崩れません。お寿司には返し方がね、まあ 3種類ぐらいあります。小手返し、本手返し、トンボ返し、まあ、仏壇返しとも言いますけど、まあ、今日は簡単な小手返しっていう返し方をやってもらおうかなって思います。小手返しは本当に 手先だけで転がすだけで返しますので、小手返しと言います。形をね、お寿司のイメージした形に整えてあります。お団子を転がすような感じで転がしてあげます。中指、ね、3指、小指で添えてあげます。ものすごくお寿司に興味を持ちました。家でそういう、もしそうお寿司ができるなら握ってあげたいなと思いました。自分でも魚河岸寿司に働いてみたいなと思いました。寿司握りに緊張もあったけどうまくできてよかったです。日本から出ていろんなことを学べたらみたいなことは思いました。今回の海外とか会長の言葉を支えにして頑張っていきたいなと思います。シャリのなんか形をなんか片手でやるって言われた時が、なんか普通は泥団子みたいだからこうかなと思ったら、なんか片手でやってって言われて、それが難しいなと思いました。もともやはり、努力してですね、社会生活を送っていくということが大切だということを生徒たちに感じてほしいと思います。また職人さんから実際に寿司の握り方を教わりまして、生徒たち本当に楽しそうに、しかも真剣にこう取り組んでくれました。出来上がった寿司を食べるその笑顔、とても見ていて爽やかでした。まあ、こういう講習を通じてですね、職人の技をの一端を少しでも感じ取ってもらえれば嬉しいなと思います。